リーン、ありがとう。誘ってくれて嬉しかった。ううん、こんな時間をもう一度あなたと持てるなんて思わなかったできれば普通のタイミングで来られたらよかったんだろうけど、そんな後悔がどうでもいいくらい、なんだか今満たされてしまって、だから本当にありがとう。じゃないの、あなたをそんな必死にさせて、不安な気持ちにさせてしまって、私なんてバカなことしてるんだろうって今更ながらに思ってしまったから。別れを告げておいて勝手かもしれないけど、やっぱりあなたを諦めることなんてできない。あなたが欲しい、リン。できれば今夜はずっと一緒にいたい。ダメ？